心つなげ岡山シーガルズ始まりました。ナビゲーターの中村葵です。まずは2023-24 V リーグディビジョン1ウィメン V カップファイナルラウンドでのシーガルズの勇姿をご覧ください。 V カップセミファイナルは日立アステモリバーレと対戦。2セット先取され後のなくなったシーガルズ、反撃の第3セット、瀬尾選手が高く上げて佐伯選手、力強いアタックが決まりました。日立アステモのアタックを中本選手1枚で止めた。シーガルズセットポイント、瀬尾選手ナイスレシーブ、山城選手のフェイント、返ってきたチャンスボール、山城選手の鋭いアタックが決まって第3セットを獲得しました。続く第4セットも連取し試合はフルセットに。中本選手のフェイント、うまい、ブロックの裏に落としていきました。佐伯選手ストレートに打っていった、ズバリと決まりました。先にマッチポイントにたどり着いたのは日立アステモ。瀬尾選手苦しいボールをなんとかつなごうとするもファールを取られて試合終了。シーガルズあと一歩届きませんでした。3位決定戦で対戦するのは JT マーベラス。セットカウント2-0、取り返したい第3セット、田口選手の速攻、うまく JT のブロックを利用しました。瀬尾選手が JT のブロックをうまく反らして甲斐選手、空中で止まったように見えましたね。シーガルズセットポイント、高柳選手の安定したサーブレシーブから小松原選手、豪快に決まって第3セットを獲得しました。続く第4セットフルセットに持ち込みたいシーガルズ、瀬尾選手が大きく振って高柳選手のクロスアタック、 JT のコートに突き刺さりました。少し崩れましたが瀬尾選手がうまく上げて前田選手のフェイント、絶妙、いいところに落としていきました。その前田選手 JT をサーブで崩します。乱れた JT のアタックを田口選手と小松原選手の2枚ブロックで止めた。奮戦するシーガルズですがマッチポイントは JT、 西川選手のアタックが決まってゲームセット。シーガルズは 2023-24 V リーグディビジョン1ウィメン V カップを4位の成績で終えました。予選を無敗で通過するなど選手も成長しました。これをクロア式に生かしてほしいですね。さて私は今クロア式が開催されていますアスエアリーナ大阪へ来ています。第72回クロア式全日本男女選抜バレーボール大会は男女各16チームが参加し6日間にわたって熱戦を繰り広げます。まずはグループ戦の3試合をご覧ください。大会直前に川島選手、宮下選手、および前田選手、遠藤選手の勇退が発表され迎えた今大会、初日はプレステージインターナショナルアランマーレにストレート勝利、2日目も福岡大学を相手にストレート勝利でグループ戦突破を確定。グループ戦最終日 JT マーベラスには敗れ2勝1敗 A 組2位で決勝トーナメントに進出しました。さあ次からはトーナメント戦です。2023-24最後の大会です。全力を出し切ってほしいですね。心を紡ぎ挑戦 GO! シーガルズ。準々決勝の相手は東レ久光を撃破してきた筑波大学。2セット連取したシーガルズ、第3セットに入ってもその勢いは止まりません。筑波大学の速攻を川島キャプテンが止めた。筑波大学バックアタック、永瀬選手ナイスレシーブ、決めたのは中本選手、コートエンドに打ち込んでいきました。
金田選手のアタック、帰ってきたチャンスボールを山城選手、いい気合です。中本選手が綺麗に返して永瀬選手のブロード、いいリズムですね。金田選手ナイスレシーブ、宮下選手から小松原選手、気持ちの入ったいいプレーです。ブロックワンタッチ、木戸ひな選手がフォローして金田選手、冴え渡る宮下選手のトスワーク、さらに佐伯選手豪快の一言、シーガルズマッチポイント。最後は山城選手のブロックアウト、シーガルズストレート勝利で準決勝に駒を進めました。準決勝の相手は幾度となく決勝への道を阻まれてきた日立アステモリバーレ。セットカウント1対1で迎えた第3セット、川島キャプテンの速攻スパッと決まりました。永瀬選手もコートエンドに速攻を決めた。宮下選手逆サイドに上げて小松原選手、誰もいないところへ見事打ち込みました。木戸ひな選手ナイスレシーブ、宮下選手から中本選手、うまくブロックアウトを決めました。リリーフサーバーで入った楢崎選手、いいところに打っていった。宮下選手うまく拾った、つないだボールを小松原選手、素晴らしい結束力です。大差で迎えたセットポイント、木戸ひな選手ナイスレシーブ、宮下選手から金田選手、うまい。シーガルズ決勝進出に王手です。ここで勝負を決めたい第4セット、川島キャプテンサービスエース、本当に頼りになります。日立アステモの速攻を永瀬選手が止めた。日立アステモのフェイントに木戸ひな選手よく反応した。一旦ボールを返します。ブロックワンタッチ、宮下選手から金田選手、木戸ひな選手ナイスフォロー、金田選手が打ち込んだボールが日立アステモのコートに突き刺さった。金田選手も木戸ひな選手も素晴らしい。小松原選手ナイスレシーブ、繋いだボールを中本選手、鋭角に打ち込みました。楢崎選手ナイスレシーブ、宮下選手よく守った。木戸ひな選手がフォローして高柳選手、冷静に相手のブロックを利用しました。シーガルズマッチポイント、中本選手のクロス崩れる日立アステモ、宮下選手から中本選手、決まった。シーガルズ2005年以来2度目のクロワスケ決勝進出です。どんなに苦しい時も一緒に戦ってきた皆さんと共に一丸となってここまでたどり着きました。相手はデンソーエアリービーズ。第1セットを大差で獲得し、第2セットに入っても止まらないシーガルズ、川島キャプテンデンソーの速攻を1枚で止めた。さらにサービスエースを決めます。現役最後の試合に気合十分。金田選手伝送のブロード攻撃を阻む、ブロックワンタッチ、浜田選手から小松原選手、揺るぎないシーガルズのバレー。浜田選手の正確なトスから中本選手、中
本選手、頼もしくなりました。宮下選手の2アタック、デンソー一歩も動けず、シーガルズセットポイント。中本選手がブロックアウトを決めて第2セットも大差で獲得しました。第3セットも思いの強さで圧倒します。中本選手サーブでデンソーを大きく崩した。川島キャプテンの速攻、綺麗に決まりました。ブロックワンタッチ、中本選手がエンドラインを守って、永瀬選手のブロード、実に安定しています。木戸ひな選手ナイスレシーブ、宮下選手から中本選手ブロックアウト。永瀬選手いいところで守っていた。中本選手伝送のブロックを打ち抜いた。すごい気迫です。宮下選手ナイスレシーブ、繋いだボールを小松原選手、何度も宮下選手の好セーブには救われてきました。中本選手うまい、タイミングをずらすプレーが最高です。高柳選手が綺麗に上げて金田選手、宮下選手のトス回しに伝送ついていけません。大差で迎えたマッチポイント、宮下選手が現役最後のトスを上げるのはこの人しかいません、金田選手。思いにしっかりと応えて栄光へのアタックを決めた。シーガルズついに頂点へとたどり着きました。歓喜の中、まずは川本監督、そして今大会でチームを離れる川島選手、宮下選手らが宙を舞いました。第72回クロワ式全日本男女選抜バレーボール大会、岡山シーガルズ優勝です。またクロワス賞を宮下選手が受賞、ベスト6に宮下選手、金田選手、中本選手が、ベストリベロ賞に木戸ひな選手が選ばれました。本当に長い間たくさんの応援ありがとうございました。どんな時も私たちの背中を押してくださっている応援だったり、皆さんの声に何度も励まされました。本当にありがとうございました。なかなか結果が出なくて苦しい時も、皆さんのおかげで前を向いて最後まで頑張り続けることができました。14年間たくさんの応援ありがとうございました。たくさんの応援ありがとうございました。温かい応援本当にありがとうございました。やっぱり皆さんと最後のこの優秀の美が重ねて非常に嬉しく思ってます。全員の総意でこういう形になれたことを、非常にこれが一番私にとっても嬉しいし、まあ、これがシーガルズの在り方だと思ってます。では最後まで応援ありがとうございました。